ドーレ筋トレ部の皆さんです。さあそれでは呼んでみましょう。背番号23、青森慎太郎。どうもいいっすか。あ、すみません、ごめんなさい。はい、タケヒロム、アンコマンヨシユキ、西野翔太、エンバルシア、エンコマンシユキ、アロさんからのご指定ということで、ご挨拶にも頑張っていただきました。はい、ありがとうございます。何本でも用意します。はい、当たり前だよ、ニコイチじゃん、俺たち。MC ペアということで、これから引っ張ってってもらいます。もう最後まで小林さんにお付き合いになります。よろしくです。こうなりました。一応軽く自己紹介だけパッと検討。はい、あの背番号23番、大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミッドフィールダーの田中裕です。お願いします。よろしくお願いします。小前屋敷です。よろしくお願いします。筋トレ部初期メンバー西野翔太です。よろしくお願いします。88番です。よろしくお願いします。88番です。よいしょ。これ一応何で88番。恥ずかしいですけど、全然分かる。分かんない。一応聞かせて。見てるとどうです。いや、分かんないです。説明してもらっていいですか。あのババー、おお、そうか。素晴らしい、拍手。でもいつから構想出てたんですか、それは。いつかこれやろうかなって。去年50以上つけるのしなくて。はい。あ、つけれるんだよ。つけたらつけたいなと。あ、なるほど。はい。じゃあもう裸足のつもりではつけれたらつまそう。あ、そうですか。よかったです。もうずっと永遠に走り始まる。はい、楽しみにしております。ヒロムは新幹線の方じゃない。一応あのメンタルちょっと挨拶した方がいいです。挨拶お願いします。はい、メンタル遺跡から帰ってきました。です。今年もよろしくお願いします。お願いします。でもこれなんか筋トレみたいな。はい、なんかまあ去年から筋トレやってるなみたいな感じで見てたんです、はい、でオフシーズンにあの、まあ、今柏に移籍しちゃった高見選手が食事したんですけど、はい、その時に筋トレってもともと僕のですからね。マジで。だから狛江がキャプテンみたいな感じで結構生きがってるよ。結構生きがってキャプテンなんですよ。もう唯一無二キャプテンだろ。え、本当誰キャプテン。いや、まあ、部長なんで一応僕なんで僕のものなんですけど、今日もちょっと配布宣言を。なんかちょっと揉めてんす。内輪もめました。え、どうした。なんで揉めてんの。だってなんか最近チームがこうなることにこの筋トレ部でいろんなイベントにどんどん向かっていって、今日もなんかスケジュールなんか何気なくちっちゃいの書いたんで走ってみたらなんか筋トレ部活動紹介とか書いてある。分かるよ。活動紹介って筋トレするだけやないかい。熱やなぁ思って。ほんとそういう使い方がもうちょっと熱やねん。ちょっと怒ってる。怒ってる。でも熱しちゃいかいいところって怒ってるんだけど出るよ。だけど別に毎回出るよ。ありがたい。では待っててやめてきたファンサー待ってはないよね。いや、 やっぱなんかみんなもなんか俺たちなんかしなかんちゃうみたいな。そう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 。でもさ、練習どうします。部長から見てさ、このじゃあ4人の中で一番の成長したら、そのあれサッカーじゃなくて体だけ体のこの肉体が一番成長したのか。いやでもまあまあヒロムは結構しまったなっていうのは。ありがとうございます。でもヒロムは半年しなかったでしょ。僕一応あのメニューだけは聞いてたんで。はい、のやしちゃんと部長のメニューが。そうです。でもみんな良くなりましたけどね。でもばあちゃんとかも背中が大きくなりました。それは88のせいです。あ、これ分かってるよ。え、そうだよね。
って。これが大きく見えるだけ。何で足を使ったんですか。ごめんなさい。ママちゃん、その武蔵がさっきこっそり、俺絶対それやんないからな。まずいな。3桁つけれるんですかね。3桁はダメですよね。ダメなんだ、JU 時代とか、ブーサーシーみたいな。おお、結局、活動自体、今年はどうなんですか。いやー、ね、どうすんのいいな。いや、まあ、一応、その活動としては、その、まあ、練習後の筋トレと、まあ、1ヶ月に1回、うなぎの食事会とか、誰が払う一応、部長なんですけど、部長持ち、あ、じゃあ入部しようか。うなぎ食べたい。やれよ、これ。でも筋トレしないとダメよ。いや、その、もっとちょっとやって。いや、でも、同い年やから、俺は嬉しい。分散できるから。そうなの。食べるよ、この子たち。めっちゃ食べるよ。いや、やめとくわ。だって、ドーム練習の後とかさ、そうだよ、ね。あるやん。なんか芝生の療養かな、なんかね、みんな連れて行くやん。なくなるか。そうだよね。1週間で。そうだよね。全員毎日連れて行くんやから。いやー、食べるし。だから、たまにはさ、ちょっと今日僕がやんないの、君たちは。今日ちょっともういつも吉田君が払ってくれるから、すいません、僕払いますので、ね。やんないよ。いや、シンゴとかもすごい。すごい。それもちろんさ、あれだよね。吉田君の誕生日にはみんなが集まって、誕生日会もちろんやる。やらないよね。なかったよね。お世話してんのに、なんか吉田君のためにちょっとご飯かいみたいな。部長なんか愛されてない。愛されてたらただのお金として見られてる。そちらはないですけど、俺はプレゼントを、あ、プレゼントはもらいました。ちなみに何だったんですか。まあ、スピーカーを一個くらい、はい、一個プロテインじゃない、プロテインじゃない、プロテインじゃない、プロテインじゃない。まず筋トレの時に音楽ガンガン聴きたいっていう要望があったのでちょっとくれたんです。喋ってないよ、大丈夫。シンゴ、シンゴは去年もいた。何がさ、去年からいた。ありました。去年スーパーボール決めたじゃん。ありがとうございます。結果なんかやばい、やばいね。やばいな、まあ、まぐれたもんな。まあ、そうっす。なんか狙ったボールじゃないし、狙いはしてました。狙った、後ろへ打つなって。適当に蹴るの入っちゃった。ありがとうございます。素晴らしい。